はい、皆さんこんばんは、ブルブルです。今回は、ミニ四駆超速グランプリ、パート2やっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。まあ、説明欄の方にね、Google Play の、アプリで、落とせるようになってるので、ね、皆さんもね、懐かしい、ダッシュ4号とか、爆走長の列連動号のマシンとか出てくるので、ね、その辺のマシンもね、リレーもね、まあ、皆さんやってみてください。じゃあ今回は、パート2やっていこうと思います。さあ、今回は何しよっかな。まずログインして、さあ、ログインがどんどん入ってこう。今回も、試合メンバーのことを書いてますね。公約、まずちょっと公約、遊び方用語です。君もまだ。ミッションは3ミッションあるか。もう。なるほど。ショップラインナップを確認する。まずはショップ行きましょう。ショップに行って、よっしゃ、おや、どう行くのは兼ねるがいい、こういうおっちゃん行ったなぁ。わしは、車フェイト、このまま行ってみよう。セッティングパーツからドレスアップメディアスができる。イギリスまで。数えはもう何豊富。街に昔はね、よくこういうね、マジンのところで、ね、タミヤショップに向かってね、お小遣い貯めて、よくニューヨーク解剖したり、新しいのを買ったりとか用意しましたね。懐かしいですね。今はそういうお店、ほんと少なくなりましたね。さて、まずはこのショップのようなアイテム。まだね、お金が溜まってないんで。まあ、128しか溜まってないんで。これをまず買う前に、食べないとね。トイレパーツ。これはね。モーターのワーキングパーツ。マスフィットにして。これはそのまま装着して。タイヤはね、どうしよう。これをやめて。ローラーを、86か。一旦これをどうしよう。13にはめて、これ前のね、16人でもいいんだけど、リア10、何でしたっけ。フロント16、13か。ウィングも。なんだこれ。こういうウィングを作りましょう。ちょっと強化して。
まあ、なんかね。まあ一回テストやってみましょう。あれこれやつがあっという間キャンセルちゃうんだね。你也不会唱吗？他唱的，不溜吗？好的，这个歌太特殊了。哇 ，Sonic 玩的，出来个垃圾。最後のね、まだね、ちょっとあるんで。どこだ、どこだ。
まず黒く。まあ、まあ、ひねった。大体ダメになってないんですよね、今。最後だけ、一番最後だけ、この、レッツンのリリースの、この、ね、ガタガタと、多分終わらそうと思います。どんな上がってるんでしょうか。どこやねん、これ学生だな。お、まずは、ハイギアのハイスピードじゃないですかね。いいと、いいと、大体はこんな感じだ。いいんだ、な。オーディーで、コンチ。はい、最後までご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、また高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の、次回お会いしましょう。さようなら。